はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日はミニトマトを使った、スパゲッティ作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティにミニトマト、ニンニク、バジル、レモン、エクストラバージンオリーブオイル、塩、きび砂糖です。はい、それでは今日は、ミニトマトを使った、パスタを作っていくんですけど、これ材料もめちゃくちゃシンプルですよね。シンプルなんですけど、本当にうまみが詰まったであっさりした、美味しい、ちょっと子供というよりは大人寄り のトマトパスタって感じになりますね。でこれ のベースなんですけど、南イタリア のナポリにソレント地方っていうレモンが有名な産地の地方があるんですけど、そこの伝統料理で、スパゲッティアラソレンティーナって言います。でソレント風のパスタって意味なんですけど、イタリア全土にトマトソースのパスタってたくさんあると思うんですけど、南イタリアがこのプチトマトとかミニトマトを使ったようなフレッシュのパスタが多いんですね。なんで今日はその南イタリアベースのトマトパスタって感じですね。でまあもう材料も少ないんですけど、美味しくなるポイントがいくつかあるので、ちょっとそのポイントやりながらやっていきたいと思います。はい、それではまず、ミニトマトを切っていくんですけど、これ切るときにちょっと種の断面が露出してた方がうまみがしっかり出るので横割りにしていきます。で横割りにしたものにしっかり、今日本当にスーパーで買えるようなランクが安価なミニトマト買ったので、酸味がやっぱりちょっと強いんですよね。酸味とうまみが弱いので、ここで塩ときび砂糖をしっかり打って、味のトマトのグレードを上げてあげるっていう仕事をします。で切っていきます。はい、それでは半割りに切ったトマトにここで塩ときび砂糖をしていきます。で酸味が強いので、きび砂糖が塩より軽く気持ち多めです。この状態で今塩ときび砂糖を振ったので、要はグレードの高い、糖度が高いミニトマトを買った、この状態に今なってるんですよね。これで、ソースを作っていきます。はい、それではソースを作っていきます。今日は、ミニトマトをちょっとメインにしていきたいので、ニンニクは潰したニンニク入れていきます。ここでオリーブオイルを入れて、でこれ火にかけていきます。で今だいぶフスフスいってニンニクに火が入ってきたんですけど、今日はニンニクの香ばしい香りも加えていきたいので、ちょっと気持ちきつね色になるまで加熱していきます。はい、でニンニクに色がついたので、ここでバジルが入るんですけど、僕はこれバジル茎ごと入れます。茎ごと入れたらこの茎の部分が香りがすごいので、ちょっと茎を潰してオイルの中にぶち込みます。ここはちょっと、で今油の中にニンニクのいい香りとバジルの香りが全開になったんですよ。でここで全開になった、ここでトマト入ります。でトマトやる時のポイントが、断面、この切った断面を下に、この状態です。で今鍋の中すんごいいいイタリアンカラーなんですけど、ここで断面にきび砂糖やりましたよね。で断面下に焼いてるんで、今焼き固めるっていう作業で、ここでしっかり焼いてあげることによってトマトから旨味がしっかり出るんです。そしてきび砂糖は結構入ってるので、ここでキャラメリーゼしてあげるってイメージでしっかり焼いてあげます。でもソースはベースはもうこれで完成なので、パスタを茹でていきます。で今日は入れていくパスタの、これおすすめなんですけど、テフロンのツルツルしたタイプよりは、ちょっと今日はパスタがメインになってくるソースになるので、ブロンズのザラザラタイプでやるのがおすすめです。今日はスパゲッティーニでやってます。でパスタ茹でていきます。で今この状態で鍋の中がからミニトマトの水分が出て油と乳化してる状態ですね。ここでもう火を止めます。でこの状態で今日は盛り付けの時にちょっとミニトマトの綺麗なこの丸い状態もしっかり残した感じにしたいので、ここで混ぜないっていうのが今日のレシピのポイントになってます。なんで
このブロンズのパスタ使ってるんですけど、より美味しいパスタでやった方が、今日はこのスパゲッティがメインでこう食べて、プラスでこうミニトマトとかバジルとかの爽やかさがあるような、本当に大人のシンプルなパスタって感じになります。まあ、ニンニクはこれ外しても入れてもいいんですけど、ちょっとパンチが効いた感じで僕は食べたいんで、ニンニクはフォークでほどいておきます。ほどいて、だからこのパスタのソースは乳化させないですね。もうこれで茹で上がったパスタを入れて、ゴンベラで優しくトマトが崩れないように混ぜて盛り付けして完成になります。で、仕上げに南イタリアの、ソレントのフレッシュさって言ったらレモンなので、レモンの皮を吸ったすごいさっぱりしてるんですけど、美味しい大人のパスタって感じになります。でバジルの香りが出たので、バジルはここで外しておきます。で普通に自分で食べるとかだったら、このバジルも美味しくないわけではないので、包丁で刻んで、ほうれん草みたいな感じで食べるのもおすすめです。で今日はこのソレント風のパスタと一緒にペアリングで飲んでいく飲み物なんですけど、珍しくワインじゃなくて今日はリキュールになります。でこれは結構見たことある方多いかもしれないんですけど、これは、リモンチェッロですね。リモンチェッロ、このリモンチェッロなんですけど、大体その南イタリアのナポリの海沿いで作られるものが多いんですけど、カプリ島で作られているリモンチェッロで、カプリ島って青の洞窟っていう有名な世界遺産があると思うんですけど、そこで作られている、リモンチェッロですね。おすすめの飲み方なんですけど、リモンチェッロって結構甘いリキュールなので、炭酸水とかで割って飲むよりはトニックウォーターがおすすめですね。トニックウォーターでちょっと苦みがあるので、それで割って飲むとすごく美味しい感じになってます。で今日は、ソレントのこのレモンのニュアンスがあるパスタなので、それに合わせてトニックウォーター割りで飲んでます。はい、それでは麺が良かったので合わせていきます。ここで最後に合わせるときにゴンベラです。ゴンベラでもうこのミニトマトの鍋底についたこの旨味を上から下に混ぜて、かき混ぜてあげて、はい、これで盛り付けていきます。はい、いただきます。間違いなく美味しいですね。本当にシンプルで、ソースじゃなくても絡めただけなんですけど、そもそももう今日使ったこのブロンズのパスタが美味しいっていうのと、もうトマトの旨味と、でエキストラバージンオリーブオイルで、本当にシンプルで和えただけなんで、本当に素材の旨味っていう感じのパスタになります。でそもそもパスタ料理考えるときに、これもシェフによって全然考え方が違うんですけど、あくまでもメインはパスタなので、パスタをメインに持っていくシェフと、あとはソース、美味しいソースを作って、バランスが取れたような、パスタ料理にするって、いろんな本当に考え方はあるんですけど、今日のパスタは乾麺のパスタがメインになるような、考え方の作り方ですね。で今日ペアリングで、ワインじゃなくてあえてこのリモンチェロを僕合わせたんですけど、やっぱりリモンチェロってカプリで作られているものを、南イタリアで作られているリモンチェロってそうなんですけど、ナポリ産のレモンって基本的にその皮がものすごい厚いんですよね。皮がものすごい厚いんで、本当にリモンチェロに適したようなレモンの品種なんですよね。だからそれで作ったリモンチェロってやっぱり香りもいいし、クオリティの高いものなんですよね。このカプリのリモンチェロも IGP って言って、品質指定された厳しい
まあ、審査を通った、素晴らしい、リモンチェロなので、まあ、その今日このレモンの香りに合わせて仕上げに僕レモンの皮を吸ったんですけど、それと一緒に食べることによってもう南イタリアの風を感じられるような、今日は、そんな回ですね。はい、ごちそうさまです。このミニトマトのシンプルなパスタなんですけど、安価なものでも最初のこの塩ときび砂糖の仕事をしたら高級なミニトマトでやったものと変わらなく美味しくなるので、よかったら作ってみてください。いつもコメントありがとうございます。楽しく拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。